はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はですね、5分でわかる LINE スタンプの作り方ということでですね、すごく要望が高かったこの LINE スタンプの作り方をですね、ちょっと5分に凝縮して皆さんに解説していきたいと思います。で、私も最近 LINE スタンプ作りまして、このアミティ先生のね、ちょっとポニョな LINE スタンプを作ったんですけど、まあ、これを作るにあたっていろいろ思ったことがあったので、それをね、皆さんにシェアしていきたいと思います。で、今日使うアプリはプロクリエイトです。私がいつも使ってる、追いかけアプリプロクリエイトですね。1200円の有料なんですけど、本当にすごくもう神アプリなので、まだ持ってない人はぜひこの機会にダウンロードして、LINE スタンプ一緒に作ってもらえれば嬉しいなっていうふうに思います。はい、じゃあ早速プロクリエイト立ち上げていきます。で、このプロクリエイトのアプリ立ち上げたら、一番初めキャンバスを作っていきます。で、キャンバス作るときは右上のプラスボタンから始めていくんですけど、今回は LINE スタンプの、サイズっていうのがもう決まってるので、これを指定してやっていきます。なので右上の黒いプラスボタンですね、ここを押します。で、ここに幅と高さを入れていくんですけど、LINE スタンプのサイズはですね、キャンバスのサイズは横が370で、縦が320です。で、このサイズをここに入れて始めていくんですけど、横370、縦320だと結構ちっちゃいんですよ。なので私はこの横と縦を2倍して、740×640 で作っていってます。で、このキャンバスサイズあんまり大きすぎると、申請した時に弾かれちゃうのでちょっと注意なんですけど、まあ、2倍ぐらいだったら大丈夫なので、できればこの740、640で皆さんも作ってみてください。で、キャンバス開くとこんな感じで画面出てくるので、ここにどんどんイラストを描いていくんですけど、ちょっと描く前にですね、一回戻ってください。左上のギャラリーっていうボタンを押すと、こんな感じの一覧ページに戻れるので、ここに戻って、で、今作ったこのキャンバスをですね、左にスワイプして、そうすると複製ボタンっていうのがあるので、これで複製します。そうすると、同じキャンバスがこうやって何個も何個も複製されるんですね。で、複製ができたら、このキャンバスをこうやって重ねていきます。で、そうすると、プロクリエイトではスタックって呼ばれる、まあ、グループ化みたいにされるんですよ、こんな感じで。なので、まずはですね、皆さんキャンバスをたくさんたくさん作っておいてください。白紙のキャンバスをこんな感じで横にスワイプしてですね、複製をひたすら繰り返します。で、LINE スタンプなんですけど、申請する個数っていうのがまず決まっていて、ミニマムが8個からで、16個、24個、32個、40個って決まってるんですけど、まあ、この中から申請したい数をまず決めておきます。中途半端に9個とか15個みたいな申請ができないので、まあ、8個、16個、24個、32個、40個どれにするかっていうのを決めて、そのキャンバスの数をあらかじめ作っておきます、ここに。で、それができたらこうやってキャンバス開いて書いていくっていう形になります。で、じゃあですね、ここから書いていくんですけど、レイヤー1っていうところが出てると思うので、ここに書いていきます。で、書く時の注意なんですけど、ちょっとね、この周り、今青で囲ってるところあると思うんですけど、ここには書かないようにしてください。大体でいいんですけど、爪爪に書いちゃうとそこが切れちゃうので、ここは開けるようにして書いていきます。で、今回使うブラシは、スタジオペン、もしくはモノラインっていうのがおすすめです。結構滑らかな曲線が描けるブラシなんですけど、それを使って、私はこのアミティ先生のスタンプを描きました。なので、こっからはですね、もう思い切りでどんどん描き進めていってください。あんまりね、細かいこと考えすぎると、勢いのない絵になっちゃうので、やっぱり LINE スタンプってね、こう勢いになる、ちょっと面白い感じのスタンプの方が使いやすいと思うので、ゴリゴリ描いちゃってください。私も2日で32個バーって描き進めちゃったので、もうそれぐらいの勢いで描くのがおすすめです。で、すいません、ちょっと髪の毛がね、入っちゃいましたね。結構集中して描いてて前かがみになっちゃったんですけど、気にしないでください。で、塗りつぶしするときは、右上のカラーピッカーのところから色取って、こうやってポンって投げ込むだけでちゃんと色が塗りつぶせるので、こんな感じでやってもらえれば大丈夫です。
で、ラインスタンプなんですけど、最終的に背景は透明で書き出しをするので、ちゃんとこの顔のとことか体のところとかね、全部塗りつぶさなきゃいけないんですよ。こうやって背景透明にすると、今ね、顔が塗られてないの分かると思うんですけど、顔もちゃんと塗ってあげましょう。なので、私これやり方としては、新しいレイヤーをね、ここでプラスで追加して、それを一個下にですね、持っていきます。こんな感じで。線のレイヤーが一番上で、その下に一個空っぽのレイヤーがあるような感じで、で、そこに白色、ブラシの白色を取って、顔のところと、あと iPad のところですね、もう塗りつぶしをしました。はい、で塗りつぶしたらこんな感じになるんですけど、これでもう完成です。で、最後書き出しするんですけど、背景はこの時必ず透明な状態で書き出ししていきます。で、書き出しはですね、左上のギアマークのところから、共有ボタンっていうのがあるので、共有ボタンを押して、そこの中のピングっていうのを選びます。で、ピングで書き出しすると背景が透明な状態で書き出しすることができます。で、これで画像保存ですね。で、そうすると写真アプリの中にこのデータが入ってます。で、そんな感じでさっき作った他のキャンバスにも同じようにこのイラストを描いていって、で、ピングで書き出しっていうのをしていくと、最終的にこんな感じで一覧でね、ずらーっとラインスタンプが並ぶような感じになります。で、私の場合は全部一回書き切っちゃって、で、一個一個開いて背景透明にしてピングで書き出すっていうのをですね、一個一個やっていたんですけど、それをやると最終的に写真アプリの中にこんな感じで一覧でずらっと並びます。で、ここまでできたら、LINE のクリエイターズスタディオっていうアプリがあるんですけど、それにアップロードして、LINE に申請します。そうすると無事にですね、LINE スタンプが使えるようになるんですけど、ちょっとその申請のところまでサクッと見せておきます。で、一応 iPad にもこの LINE クリエイターズスタディオのアプリあるんですけど、iPhone のね、アプリをそのまま iPad に表示させたようなだけの仕様になっているので、できれば iPhone からやるのをおすすめします。で、やり方なんですけど、すごい簡単で、この真ん中のプラスボタンを押して、この中からアルバムの写真を使うっていうのを押します。で、さっき保存した、LINE スタンプのイラストをここにプラスボタンでね、アップロードしていくだけという形になります。で、あとは、サムネイルの画像だったりとか、あとタイトルつけて、で、申請っていう風にすると、まあ、だいたい3日から長くても1週間ぐらいで、申請されたか拒否されたかっていうのがですね、わかるようになるので、晴れて申請されると、皆さんね、使えるようになるという感じでございます。で、申請が許可されたら、ここにシェアボタンっていうのが出てくるので、このシェアのところから URL をコピーして、その URL をですね、友達とかに送ると、まあダウンロードしてくれたりするかもしれないという感じですね。なので、私の URL も概要欄の方に載っけておくので、よかったら皆さんダウンロードして使ってみてください。やっぱりね、こうやって実際に自分の作ったものがこうやって使われたりとか、販売できたりすると、すごいモチベーションとか上がるのでね、ぜひ皆さん、ものは試しに一度やってみてください。私のラインスタンプも結構ね、好評でいろんな人に使ってもらっているので、第2弾出そうかなと思ってます。で、今日はすごいさっくりとしたラインスタンプの作り方だったんですけど、もっと詳しいラインスタンプの作り方というか、イラストのコツだったりとか、こういうスタンプ、こういうキャラクターだったら売れるようだったりとか、あとはプロクリエイトの使い方ですね。こういったもっと深掘りしたラインスタンプの作り方みたいなのは、私がやってるオンラインコミュニティの iPad Mate っていうところでですね、オンラインチュートリアルとして公開しています。で、先月も一回 LINE スタンプのチュートリアルやったんですけど、その時はメンバーのですね、すごい絵の上手い方がいらっしゃって、その方中心に、オンラインチュートリアルっていうのをやったんですけど、もうそれでね、めちゃくちゃ盛り上がって、そっから一斉にみんな作り始めて、一気にこんな感じでね、たくさんの人が作って、申請許可された人もいるし、許可されなかった人もいるんですけど、まあそんな感じで、オンラインコミュニティの方ではすごい盛り上がって LINE スタンプをみんなで作っています。で、今月か来月頭ぐらいにももう一回LINE スタンプのチュートリアル
やりますので、その時はですね、もっと込み入ったラインスタンプの作り方というか、こうしたらいいよみたいなのをですね、私の方から直々に皆さんに伝授したいと思いますので、この機会にですね、知りたい人は、オンラインコミュニティの方も見てもらえると嬉しいです。はい、ということでですね、今日は以上になります。皆さんいかがだったでしょうか。ぜひこの機会にラインスタンプ作ってみてください。で、作れたらぜひなんかこのコメント欄でシェアしてもらってもいいですし、なんかツイッターとかインスタグラムとかでね、アミティ先生のハッシュタグつけて投稿してもらえると嬉しいなっていうふうに思います。はい、ということで、この動画が良かったらぜひいいねボタンも押してもらえると私の励みになるので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで次回の動画もお楽しみに。バイバイ。